桃尻娘は、橋本治の青春小説シリーズ、及び、それを原作とした日本映画、テレビドラマ、ビデオドラマ。シリーズ第一作の、桃尻娘は、1977年に、第29回小説現代新人賞家作を、受賞し、小説現代ジェン3号に掲載された。橋本治の小説家としてのデビュー作である。性に対して、 奔放なヒロインの高校生から浪人を経て、早稲田大学入学後のキャンパスライフなどが描かれる。日活ロマンポルのシリーズとして映画化され、ポルノ映画ながら、実際の早稲田大学キャンパスにおいて、食堂などを、はじめふんだんにロケが行われ、全3作が公開された。単行本は、講談社から刊行された。後に、講談社文庫。 橋本治小説修正でも刊行された。また、2010年には、ポプラ文庫で、桃尻娘から、帰ってきた桃尻娘までが復刊された。1978年、日活により制作され、1980年まで、全3作が公開された。第1.2作は、成人映画、第3作は、一般映画として公開されている。 1986年、フジテレビで全2作が放送された。劇中に数々の洋楽のヒット曲が使われており、著作権管理が数社にまたがり、また高等化しているので、DVD 化は実現されていない。テレビドラマデータベース、テレビドラマデータベース。ありがとうございます。